はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、またまた俊英高校で三股やっていこうと思うのですが、はい、本日はですね、その三股が、メインではなく、こちらですね、またまた昨日に引き続きクオン君使っていきたいと思うのですが、まあ、昨日の動画でもですね、クオン君、まあその金徳イベント3回目がね、6月以降に起こると超美味しいよねというお話をしていました。まあけどやっぱ招き猫ね、持ってくるとどうしても6月以降にはなかなか起こんないのかなっていうのが結論でしたね、昨日の。はい、と思っていて、昨日の動画のコメント欄をね、読ませていただいたら、僕はそのクオン光を俊英高校に連れて行って呼び戻しを最後の最後にすることによって、なるべくイベントを遅くして6月以降に起こらせていますっていう、なるほどというコメントをいただきましたので、僕もちょっとそれね、参考にさせていただいてやってみようかなと思います。はい、で今回デッキ編成こんな感じにしてみました。変化3枚、マネージャー3枚ですね。でなので低めが取れないと思ったんですよ、まず僕はこれ組んで。と思ったらノーノーノー、はい、呼び戻し2月以降にクオン君やると低め丸のコツをねくれるそうなんですよ。その 30% で低め丸取ろうかなと思います。まあただ小筆はイメチェンでね、調子安定ないんでイメチェンしようかなっていう感じですね。なのでなかなかいい編成なんじゃないかな。初期値もそんなに悪くはないし、頑張っていきたいところですね。はい、行きましょう。なのでまあ三股の詳しい、運び方なんかはぜひとも以前の三股の回ご覧いただければと思うんですけど、そうですね、ちょっと意識してあげたいのは監督評価がやばいかなっていう。何回か三股あの後もやってみたんですけど、結構先発できないことが多かったりもしたので、監督評価だけはちょっと今回気をつけつつやっていきたいですね。はい、さてあとはもう本当になるべく早く彼女にする。で悟りちゃんを、ね、狙えるなら好き好き大好きを狙っていきたいんで、告白の時に。あっと、誰も来ない、先から監督評価行こうということ で、あと技術結構稼がないと辛いっす、これ。さすがにね、変化3枚で技術なしなんで、まあとはいえでも DC ぐらいにはなるんですけど、特に序盤ですね、エピローグでバッと経験点入ってくるとはいえども、序盤がきつい。特に悟りちゃんなんかはね、かなり技術を供給してくれるタイプのマネージャーですので、デートでまあそんなに足りないことはないですけど、序盤の本当に試験ですね。言っても試験で何回満点取れるか、まあ半分取りたいですね、僕の中で。もちろん全部取れればいいんですけど、そんなに欲は出さないんで、ちょっとやばい、半分は取りたいところでございます。これちょっとやばいですね。チューちゃんが来ないと、チューちゃんが一番評価上がってないと、こういろいろ経験点的にまずいことになっていく。チューちゃん、チューちゃん、おっとー、 PSR50 だと、これ誰が今やばい、1回も来てないから、もしかしてチューちゃんより悟りの方が評価上がってるかな。まあ最悪悟りとクリスマス過ごしてもいいけど、あ、ここでそうそう、チューの評価上がっていくんで、これでこの後誰来る、あ、悟りか、まずいな、まずいな。あ、メンタル鍛えろ、1回目来ちゃった。でもこれがね、1回目来ないで欲しかったんだよな、まだこれがね、なるべく後に起こってほしいんだな。はい、これ経験点の方を選ぼう。やる気下げても別に今問題ないんで。ああ、今回、ああ、やだ、ありがとう、ありがとう、ちゅーちゃん。ちゅーちゃんの評価はそれで上がるんで、ペットボトル持ってくるのは評価が一番上がってるやつですね。おー、悟りが来ちゃったかー。ちょっと待ってね。クリスマス、ちゅーちゃんと過ごしたいの。過ごしたいの。何このゲイみたいな言い方になっちゃうやつ。お姉みたいな言い方になっちゃうけど、クリスマスはちゅーちゃんと過ごしたいの。私、私以外、私じゃないの。それは違うか、また。いやー、クリスマスはね、ちゅーちゃんと過ごしたかったの。 PSR50 をお借りできてるから。でもまあ仕方ないですかね、こうなっちゃったんで。もう全然ちゅーちゃんが練習に現れてなかったんで、もうそこを諦めて、そこを諦めて他が出て美味しくしていきましょう。まあそんな言ってもクリスマス分の経験点なんて全然、あ、しかも悟りなんでね、来るのが小筆だったらさすがにちょっとあれかとは思いますが、正月あれが悟りになっても、あ、しかもそうか、バレンタインも悟りになるんだったら、プラマイで考えるとそんなにマイナスではないなっていうところで、そこはむしろもう考えずにやってあげよう。あ、小筆から追う方がいいかな。よし、評価上げるよ。とはいえどもワンチャン逆転を狙っていこう。
評価上げるよ。あ、誰もいない。デート。まあ、どっちでもいいか。悟りだったら別に、上限解放できてないけど、別にそんなに変わんないか。むしろそこの分を、いつもね、言ってもその、チューちゃんが大体先に彼女になるんで、体力マックスの時に一番回復量のあるチューちゃんのデートをすることによって、もったいないなぁと、非常にもったいないなぁと感じていたので、その分をうまく活用できることを考えると、こっちの方がむしろいい気がしてきた。よし、ポジティブ人間になろう、一回。ということで、いろいろ調整しつつではありますが、立川の金徳依存が、休息ってこともあるんで、基本的には休息をまず上げていきたいところではある。はい。で、バント封じは取っていいと思うんだよ。印象余るだろうし。あー、ちょっと待って。コントロール上げすぎたらあれになるよ。そうですね。まあ、一番慣れてるのでいきましょうか。ここはどうしても。はい。あ、待って。スライダーを2にしよう。まあ、こんな感じでいこうかな。で、まずは全員の評価をピンク以上にすることなんで、それができている場合は呼び戻そうかな。で、なので、クオン光は全然呼び戻しません。もうギリギリまで、ちょっと春英がいつまで呼び戻せるのか調べよう。さっきね、それいいなと思ってね、撮ってみようかなと思って練習してみたら、2月になってすぐ呼び戻しちゃったら、うわっと聞けるから。そのずれるやつは本当にやめてほしい。2月になってすぐ呼び戻した結果、結局5月4週のその1週間もったいないっていうところで、イベント起こっちゃったんで、本当に遅めに呼び戻していきましょう。あ、ボール。いや、ボールが一番渋いよな、本当に。ボールになることほど渋いことないな。もっとアバウトに投げようか。まあでも、低め丸取れるまでは、最悪これくらいの経験点、稼げればいいなと思っていたんで、悪くないかな。はい。ということで、立川を呼び戻しましょう。さあ、最近ここで負けてないんですけど、なんか、たまにデフレスパイラル、負のスパイラルにハマって、全くここで呼び戻せないことあるんで、ちょっと気をつけていきましょう。うわぁ、全然ボールだ。辛いんですよね、このコントロールがないうちが。本当に。よーし、OK。で、三股の基本的な運びは、まあ前回から基本的には変わってないんですが、コツに関しては立川からはいっぱいコツもらっておきたいので、そこだけは意識してあげるといいと思います。はい、立川のコツだけは回収したいっていうところですね。ということで、とりあえずみんな赤にして、いつでも告白が来る段階に持っていこう。まずはよし、これで回復量を確保したい時はチューちゃんとデートができるので、まあまあいいでしょう。さすがに中央国からクリスマス無理だよね。無理でもないのか。一回コフで、いや、今のは回復体力量的にデートでも良かった場面ではあったか。ほらほら、デートで良かった場面だったよ。まあ、結果論。いや、無理でしょうね。中央逆転させるのは無理でしょうね。うわ、早い。早いなぁ。そりゃそうか。他をクオン呼び戻してない分、それ早いか。失敗しても、まあ別にキレでも構いませんもん。だったら正直、調子安定取って精密ルートでもよかったけどね。ナイス。今回ね、絶対タックね、変化3枚なんで、いいと思うんですよね。もうこれで悟りちゃんだ、絶対。お、ラブパ来た。断って、次、タック来いって言っても2人しかいないのか。やっぱここでイベント余計に、お、やった来た。ここで1個イベント余計に起こすからあれなんだよな。多分、告白が間に合いにくくなるんだよな、っていうのは。思うところではあるんですけどね。はい。
いやこれで逆転とかしないよね。ここで逆転したら奇跡だけど、ちゅーちゃんの評価が。いやでも悟りでいいか、悟りでいいか、むしろ悟りでいいか。これで大吉引ければ悟りの方が経験点いいし。まあそこよりもむしろデートが円滑に進むっていうことを考えてあげた方がいい気がする。これちょっと監督を追います。はい、監督を追わないと本当に辛いです、この高校。ただ立川のイベントが早く進んでいくと、大凶だったらやめてね、一番渋くなるから。その場合立川のイベントが早く進んでいくってことを考えると、急速を上げれないんで辛いですね、そこは。 OK、 まあ中吉だと許そう。あぶね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 、次試験がありますね。はい、まだ満点厳しいと思うんですよね。コントロール全然 F ですし、低めも持ってないので、必要最低限のでコツをください。立川はここまでは満点じゃなくていいと踏んでます。もうある程度の割り切りってやつですね。割り切り、あやばいやばい、ホーラーホーラーきっとほら、ただまあナイスピッチ無理に狙いに行ってボールになるぐらいだったらヒット打たれるなって投げる方がいいかな。まあけど最低限、お低めきた、しかもありがたい。これいこう、監督もいるし、ナイスで、ここで体力回復量のあるちゅーちゃんのデートをできると、いやいいですね。あ、じゃあお疲れでも場面、あ、じゃあお疲れで、じゃあお疲れでいいんじゃないかな、むしろ。むしろじゃあお疲れでいいんじゃないかな。タイピンをさらに安くしとく？ちょっとじゃあお疲れ今後考えよう。あそこ全然じゃあお疲れでいい場面だな。球速今回どれくらいだ、137とかまで上げれてたっけ。成功してくんないかな、思い球も来たし、怪物球威取りたいな。葵ちゃんなら行ってもよし、行ってよし。まあ経験点悪くないでしょう。これ体力回復あるよね、ナイス。頼む、コツをくれ。タイピンはいらないよ、だから今回クオンを呼び戻すからタイピンはいらないよ。でも伸び欲しいな、伸び、頼む頼む。うわ本当に成功率悪い、こんなに球速上げたのに。こんなにってまだ130キロ台だけど、ここの経験点が悟りはいいんで。はい、うーマジか、つらいね、成功率悪いね。ちょっと立川も今後考えどころだな。でも悟りのデートかな、あと2回悟りのデートが、はい把握しましたと。で春英が呼び戻せるけど、低め丸来てますし、呼び戻さないなんていう選択肢まで僕の中では見えてるんですけど、さすがに呼び戻さないのはもったいないかな。ということで春英が呼び戻しできるのはいつまでかと言いますと、3月1週まで。あ、だからそろそろだね、正直そろそろ呼び戻したいところではあるけど、ギリギリまで待とう。今回もうギリギリまで待とう、まだデートできるんで。次週なかったら呼び戻そうかな、牽制もらっときます。次週何も渋ければ呼び戻します。あー、ありますね、立川だと行きたいな、行きたいな。ってことは本当に次週絶対大器を出さないっす、次週絶対呼び戻そう。
けどさすがにダブルタックびっくりだった考えるっていうところか。でもまあ低めのコツだけって考えると別に呼び戻さなくてもいい、無理に。そうか、別に無理に呼び戻さなくてもいいか。勝手に呼び戻さなくて勝手に戻ってきてくれるならむしろそっちの方がありがたい。むしろそっちの方がありがたい。本当に渋ければ呼び戻そう。美味しいのがあればもう優先しよう、その美味しい方を。あ、渋かった、呼び戻そう。呼び戻します。はい、でこれで低めもくれて、低めが 50% に今回なったと。お、よし、で降格も来た、ナイス。でちなみにクオンがまだ来てないんですけど、モテモテつくイベントがあるんですよ。あれ美味しいなと思うんですよね、もしつけば。もしモテモテつけばかなり美味しいなと思うんで、あれ狙っていきたいですね、三股の時。しかも隠れた、ストリプルタック、呼び戻していきなりのトリプルタック。監督評価大丈夫かな、けど今回ちょっとケアしてるからな。まあ絶対井戸端が起こるんで、そのためにも、そこを考えた時にも、モテモテをつけておいて損はない気がする。経験点が多少減ってもモテモテを、これかな、これだ、モテるもの、モテざい、モテざるもので、確か上かな、上でモテモテがつくんで、確率中程度で。経験点は練習に集中した方がよっぽどいいのですが、そこじゃないね。ここ成功して、よーし、ナイス。これ美味しいね。ここで小筆の評価も今後上がりやすくなるし、いやこれいいデッキじゃないかな。となってくるとなかなかいいデッキな気がしてきたぞ、もはや。これいい編成なんじゃないかなと思い出してきたよ。いやこれいいデッキな気がしてきたよ。伸び、まあまあ尻上がりもいいけどね。うわー、けど結局2回目が、呼び戻す前に1回怒っちゃってるんでね、もう今回に関しては。結局もう2回目が来ちゃったんで、もう来そうな気がするというか、もうイベントだって、葵ちゃんももう立川もイベント終わってるもんね。来るね、これは間違いなく。まあまあでもそういうことですよねっていう、あの呼び戻しを遅くしたら理論的には遅くなる可能性ありますよねっていうお話ができればいいかな、今回は。はい、そういうお話ができたんで良かったです。もうすでに高知行くかデート行くか、デート行きましょう。この週理論的にそういうこともあるよねっていうお話ができたんで嬉しかったですね。でモテモテついてるんで小筆の評価がちょっと辛かったんですけど、ここからぐいぐい上げていく。オッケー。さあ、でこっからさすがに満点狙っていきたい。低め取りましたし、コントロールもいいにはなったので、って言ってもね、投手能力もある程度上がってきましたし。怖い、本当に怖い。うわー、これ怖いな。あー、やばい、ナイスピッチ使えんかった。くーくあーにゃー、結局ね、ここで満点取れるかどうかで相当経験点変わっていくかな。しかも牽制っていう一番いらないやつ来るやつね。まあまあ数打ち当たる。とりあえず練習だけしとこう、いろいろな運び方の練習をまずしていこう。はい、数打ち当たるっていう考えもなんかよくわかんないけど、よし、スローボール取れてないのがちょっと辛いかもしれないですね。ちょっと一回小筆と練習します。でここで絶対これが来るのはもう分かってるので、あ、モテモテではなくなるのか。そっか、モテモテではなくなるんですね。でも良かったと思います、モテモテつけといて。
小筆の評価がかなり上がったんで、その期間だけでも。なのであれが、それこそあっちのイベントが、あれの前に来いよっていう話ですよね。呼び戻し、いなくなる前に、あっちのイベントが先に起こってくれて、先にモテモテがついとけばどんだけ美味しいんだっていう、経験っていい。全然試験満点取れてないけど、経験っていい。で、おそらく、さとりちゃんは、もうエピローグマックスにはなるかなと思います。はい。よーし、頑張ろう、頑張ろう。金徳が確定っていう要素がそもそもの良さだからね、彼女たちの。さあ、では、頼む！あと2、3週間我慢してくれ、クオン。イベント起こるな。クオン、我慢するんだ、クオン。クオーンと泣いとけ。この2、3週間をね。この2、3週間はクオーンと泣いとけ、お前は。クオンだけに。ちょっと待って、鉄腕はまだ取ったっけ？鉄腕はまだ来てない。よし、デート、ここで。頼む、クオンは来るな。あと2周来るな。タイピンがちょうど来てないんだ。タイピンがちょうど来てない。来るな、あと2週間来るな。治癒の評価は行かなくてよかったかな。治癒の評価まだデート残してるし。来るなー。え、これ後イベ？これ前イベ？あと一週間残ってる。来るなよ。来るなよ、クオン。来るなよ。行くよ。その練習は行くけど、来るなよ。頼むよ。頼むよ。タイピンのコツが来てないから、マジで強心臓。もう、それが一番だから、それをやりたいって言って撮り始めた動画なんだから、頼むよ。頼むよ。頼むよ。この週絶対来るなよ。イベント来るなよ。海に行きたいんだよ、僕は。公園には行きたくないんだよ。頼むよ。来るな。来るな。来るな。よし、ナイス、ガラスも。いやー、ガラスもナイス。よっしゃ、これでまあさすがに来るでしょ。あのイベントしか後イベもう残ってないんで。後イベ全部もう完走してるんで。よっしゃよっしゃ、最初言ってたのができたからもう嬉しすぎる。最初言ってたのができたー。よかったー。で、チューのデートがあと何回ですかね。チューちゃんのデートが、あとは、精神26。おっしゃおっしゃ、一種けど危ないな、それにしても。それにしても危ないですが、ちょっと中のデートだけ先に確認しておきます。忘れないうちに。いやー、危ねえけど、危ないけど。ということで、まあ本当に後4なんで、しかもこのデッキ、本当に、ギリギリに呼び戻してもこれっていうね、なかなか難しいですが、まあこういうやり方ありますよっていうご紹介までですね。はい。昨日コメント欄ですごいいいの教えていただいたんで、あくまでご紹介までとさせていただきたいと思います。いや、これね、すごいんで見てください。経験点もすごいし、これね、けど、ここで発動したらもうやばいっすよ、これ。ちょスキップオフにしようかな。これ多分、イベントの内容的に夏に来ないと意味ないんですよ。70、35、105、タイピン、経験点105、タイピン値のコツをかなりつかむ、強心臓のコツをかなりつかむ。いや、これはね、ちょっととてつもないイベントですよ、これは。はい。技術が何もないから、抑えらんない。で、ああ、危ねえ、ちゅうちゃんのデートを確認するって言って確認しようよ。さっき上がったのが、体力回復量どれくらいあった？体力58回復して、精神26もらってるってことは、多分3回目ですかね、さっきのは。はい、あと2回なので、ここは練習してもいい場面なので、評価が危なさそうな彼女がいれば、小筆がやばいか。ラブパワーを狙うまでは行って、ちょっと練習しようかな、一緒に。ダブル以上なら行きます。ワンなら行きません。特に君は渋いので。はい。小筆の評価がやばいので、一回先小筆と、これで評価、とりあえず戻りましたかね。あ、先にスタミナ上げたよかった。よし、評価戻った。いやー、よかったよ。ついに来たよ。クオン6月に起こすっていう、このギリギリの戦いだった。ちょっと今回一回も満点取れてないんで、最後ぐらいはもらおう。いやー、危ねえな、ほんとに。ナイスピッチがうまく使えない。
よーし、オッケー。とりあえず1回だけはもらえた。0回は渋かったから。まあ、1回でももらえたことが嬉しいですね。内角か。内角か。で、ちゆちゃんですかね。はい、あと2回ですよね。よし、中の評価も戻ったので、これタック追ってもいい場面ですね、全然。スカウトもいるし、タック追いましょうかね。はい。技術が結構足りないですね。小筆もイメチェンしてるので、筋力変化だよな。だから、小筆のイメチェンやめた方がいいか。調子安定はむしろ葵ちゃんで取っちゃって。よし、監督評価いけた。調子安定は葵ちゃんで取って、あそこはもう折り変枠じゃなくて、むしろ調子安定枠だと思って、あそこで調子安定を取りの、で、小筆はイメチェンさせるとエピローグがあれになるので、はい。いろいろ考えるところはありますが、まあまあよかったよかった。クオンの、見せれてよかった。クオンの強さを。うわ、ちょっと待って、ノーアウト一三塁が怖い。スライダーもよく曲がると真ん中まで入ってくるんで逆に怖いですよね。良きスライダーは逆に怖い。あっと。まあまあスタミナあるんで、今回に関してはちょっと釣り玉を多めでいきましょう。これはもう頑張って更新狙っていきたいぞ。まだスローボールが取れてないのがちょっと痛いところ。これとかどう？うわっ、何？なんかよくわからなかった。今ボール球を打ったのにヒットっぽくなってびっくりして、まずで、ファーストが取ってなぜかゲッツーにならなかった。よくわからなかったけど、いい。結果点を取られてなければ全ていい。もうボール球を本当に多めでいこう。いやだ、絶対点あげない。もう本気で今回は更新狙いに行く。さすがに最近先発を更新してなさすぎる。ちょっと今多分悟りちゃんの評価がね、まだダメだと思うんですよ。バント封じ確か今回取ったよね、もう。取ってるよね。うえへへ。いや、バント封じマジで強い。昔からこの特能あってほしかった。バント封じマジで強い。わーっと、もうちょっと外した方がいいかな。フォーク、ファールにさせられるぐらいだったら、もうちょいボール球で釣り球にした方がいいな。まあでもこいつらあんまりランナー二塁の時、このパワー、このミート力だとあんまり、そんなに集中して投げなくてもいいかな。ちょっと今回の打力を見て、決勝とかもしかしたらピンチャン操作にするかもしれません。一回形にしたいんですよね。どれくらい、S どれくらい行くのかっていう形にしたい。エピローグまで見たいのと。ちょ、今回決勝までしっかり行きたい。っていうところで、もしかしたらピンチャン挟むかもしれないですけど、まあ何点取るかによって、3点ぐらい取ってくれれば。ダメっすね、これは。ラズベリーちゃん相手にこれはひどいな。次からピンチャンでいきましょう。これはさすがにひどい。振らないな。勝ちも取ってますもんね今回。まあ2点取ってくれた。考えどころだ。考えどころだ。いやでも、最近あんまりね、点取られないし、サクッとで攻めたい気持ち、いつもこうなっちゃうんだよ。で、サクッとで攻めて中途半端に終わるのを知ってるんだよ、いつも。とりあえずデートはやるんでやって、どっちにしようかな、めっちゃ悩む。めっちゃ悩む。あ、とりあえずデートはちょうどいい感じで完走した。あ、走者釘付け少し。変幻自在少し。悩むなぁ。どうしよう。いやでもまあ、試験がめちゃめちゃ点数いいわけじゃないんで、これよりいいのを絶対残せるんで、こっちで行きましょうか。はい。
よいしょ、スローボールが取れない。やばい、試合にスローボールないと辛いぞ。お待たせいたしました。ちょっと超慎重に生で投げていきましょう。絶対自分では点を上げない。大戸はもうどうしようもないところですが、自分では絶対点を上げない。高め、ストレートは外れてボール、カウントワンボールワンストライク。投げた、3球目ストライク、キレのある変化球。さあ4球目ボール、もう3ボールまでは何のその。よし、 OK。 ちょっとでも今回超スローボール持ってないのが辛いですね。やっぱあれは最優先に取らないとと思うんですけど、とはいえでもまあコントロールもまだいいですからね。はい、カウントは2ボールノーストライクです。おいおい、キャッチャー、キャッチャー、ツーアウトランナー3塁に変わります。投げました。これはもうナイスピッチの使いどころでしょう。 OK。 あ、けどほぼ初めて見たかも。キャッチャー、うわうわうわ、キャッチャーがそらしてランナー進められたのほぼ初めて見たかも。初球スライダー空振り、タイミング合いません。第2球高めストライク、これで追い込みました。サードランナー違ってみた、空振り三振、柳原。第9、外角低めいっぱいストライク、変化球にキレがあります。よし、空振り、重そうなストレート、頼む、もう信じるしかない。自分で点を取られないときは負けないと信じるしかない。ここはお願い。よし、ありがとうありがとう。でも連れてきてるピッチャーたちが軒並み弱いから、あんまり自分が降りたくない。自分が降りるともうこの世の終わりみたいなとこある。決まったストライク、これで追い込みました。よし、オッケーオッケーオッケー、これだけの変化量あればさすがにね、あんまどんどん三振取っていきたいとこっすよね。まそ、いやー、前にもっと前に突っ込んでこい、フェアゾーンで取れ。投球これから2球目、振れ、よし、第4球を投げました。怖いなー、サクセスって怖いなー。投げました、スライダーボール、アウトローへ、これはわずかに外れています。頼む頼む、本当にそろそろ最近勝ちたい、頼むお願いします。ありがとう、本当にありがとう、本当にありがとう。もう後で俊英高校になでなでしとく画面、俊英の画面だけ後で、サクセスの画面なでなでしとくから。いやー、ありがとう、キバーキバーキバー。これ多分悟りの評価が主に危ない気がする。小筆はいけましたよね。もうそれはなんか怖いんですよね。ラブパ来ないと思うんで、まあどっちみちやることないということで、わかんないけど、悟りのデートしといて、まあまあまあ、カラオケとか行っとこうかな。うん。いけてますね。これでエピローグがみんな来ると。OK。さあ、こっからダブルとか来てほしいなと。本当は遊園地行きたかったんだけどな。で、体力最大値上げとけば、こっからバンバンバンと練習できたと思うんですが、まあまあいいでしょう。もうサクッとで攻めます。試験がね、試験があれなんで、はい、ここで我慢して次超スローボール取るっていう選択肢もある。ここで一回能力上げるのを我慢して、で以降ちょっといろいろ物を運びやすくするっていう考え方もある。ちょっとここだけ我慢で、我慢の回にしよう。よし、スタミナ A は行きたいっすね。よし、2点取ってくれた。これはもう文句言えない。もしこれで負けたら。で、皆さんにポンポンストライクを投げすぎだとご指摘いただいたので、自分なりにいろいろ研究してきました。ボール球の投げ方も。はい。いつまでも下手くそではいられない。投球はこれから3球目。投球これから4球目。怖い怖い怖い。でも大丈夫。ボール球はヒットにならないの。そうなんだ。よし。ボール球はヒットにはならないんだ。日々サクセス上手くなっていこう。第9、初球スライダー空振り、思い切って現状を打破するのは努力と、わかんない、なんかのみ。第3球を、うわっ、危ねえよ。それにしてもそれはやっぱもうちょっと外さないと怖いな。中途半端にストライクゾーンに入ってくると危ないよ。変化球なんて運ばれるもんなんだからね。第9、スライダー見送ってストライク、
これももうちょい外した方がいいレベルだな。フォークもだから、あ、もうちょっと外してもいいかな、実際。おお振ってくれる、フォークとスライダー。いい組み合わせ。ワンアウトね。1点はいいんだよ、1点は。あ、スタミナがちょっと辛そうだな。これはナイスピッチ、使ってあげてもいい場面かな、もう。よし、4番出しに相手。あと伸びが欲しいところではあったんですが。よっしゃ、ナイス、オッケー。ボール球を使っていこう。ただここまではいいんだ、次からが難しいんだ。よし、オッケー。うわー、なんもないか。あ、スカウトもいるし、技術を稼ごう。 OK、 サクッと、もうここまで来たらサクッとでね。で、ようやくスローボールという僕の友達を手に入れることができましたと。ようやく友達と戯れれる、これで。よし。で、スタミナもね、難しいんですよね。ただ球速上げるには技術もいるからな。まあ最後の方に考えようか、もう一回。ちょっと B で止めときましょうかね。ただ立川が失敗した。やっぱ立川失敗するね。ちょっと考えどころだな。え、1点取られたよ。やめてよ、やめてよ、やめて、やめて。第9、外角低めいっぱいストライク、キレのある変化球、投げた。これは見送って。で、この人たちは追い込まれてから振らないんで、追い込まれるまでに振ってくれっていうのを信じて投げるしかないけど、さすがにスリーボールにすること。あっと、もうこれは4球4球。4球4球。うわー、6番バッター、4番打てよお前。6番バッター、お前4番打てよ。よし、 OKOK。 1球ストレート投げた後に、なるべくナイスピッチャー使わないでおきたいんだよね、序盤。使いましょうか。ランナー2塁いる。3塁じゃないときはなるべく使わないでおきたいんですが。あ、これあれか、友沢高校か、超強い高校か。でもピッチャーは弱いんだよ。ピッチャーは鶴屋っていうめっちゃ弱い人だよ。ピッチャーは弱いんだよ、この高校は。ピッチャー弱いよ。点取れるよ、才賀君、小平君、友沢君。君だけは強い。君だけはね、君とギブソンジュニアという人だけは尊敬しているよ。慎重に攻めてきます。第2球、もう膝元外れます。カウントは2ボールノーストライクです。肩越しにランナー見た、打った、バックホーム。よし、フォアボールと一緒。今のスタミナをむしろ無駄にしてなかった。4球投げてないから。あれはちょっともう論外に強い。あれはちょっと格が違うんだよ。はい、振ってほしいんだな、それを。それを振ってほしいんだな。ちょ、怖いけど、もうここは攻めるしかない。内角ついてる、ついてないか分かんない。よし、オッケー。これはもうさすがに味方の援護を待つしかない。こうなってくると、うわっ、心臓に悪いサクセス、心臓に悪い。第9、初球空振り。パターンは一緒だけど、これで打たれてないから、むしろパターン一緒の方がいいですよね。打たれてないときは、成功してるときはやり続けろって、誰かが言ってた。多分、孫正義あたりが多分言ってる。知らんけど。よーし、OK。よし、よし、よし。やった!やった!ってか、最近よかった。その、いろいろ学んでるからね、最近。ボール球を投げるということをね。まあ行きましょうかね。さあ、これでようやく動画としては初三股がちゃんと決勝まで来れたかな。まあちょっともうちょい試験でね、もうちょい良くなるかなっていう感じありますけど、はい。まだまだ経験点は伸びますが、とりあえず初めて形にはできた感じですね。よしよしよし、明日のために走れ走れ。ちょっと経験点の割り振りは最後に考えましょうかね。まあただスタミナ A は行きたい。
け。僕は個人的に先発復活ついてないときは先発はスタミナ得ないと論外だなと、まあ個人これももう査定とか僕は考えてないんで個人的な好みでしかないんですが、はい。というわけでここもボコボコに打たれちゃ本当にダメなんで、ある程度丁寧にいきたいところではございますね。第3球を低め、あ、カウントは2ボール1ストライク。嘘、君投げました。バント封じ持ってるの知らんかったの？タイムかけて得のを見ればいいのに、バカだな。第9見送ってボール。コンピューターだからね、むしろ把握されてるから、ね、こういう配球どう？ちょっと今回配球変えてみた。ボールから入る配球に変えてみた。投球これから4球目。いやー踏んないんだね君たちも。カウント3ボール。ランナー3塁にいないときはナイスピッチ使いたくない。うわフォアボール、しべ、外れました。コントロールが悪いんでブレ気味にはなる。第9インロー見送ってストライク。キレのある変化球。第2球、よし、あー2球目はやっぱりフルタイプの人たちなのか君たちも。投球はこれから3球目。なるほど、君たちもじゃあここでゲッツーもらおうかな。ゲッツーくれ。第4球を、おーナイス、ズバッと内角。5番バッターがチート強いなぁ。スローボールから1球目入ろう。第9で緩急を見せてストレート高め。第2球、よし、それを振ってくれたらフォークも振ってほしいんだよね。第3球はもうはっきりしたボール球、ひらひらと僕の手の中で待ってほしいんだよね。ほんのちょっとボールになるスライダーなんてどう？よし、ストライクになったけど、よし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 、うわうわ怖いよ本当に。ナイスピッチを温存できてますね。ただやっぱコントロールって大切ですね。直球高め、ポール、カウントはコナミ感両方の意味、大きく外れました。閉じる。9番調子 D くそういうやつに打たれるんかい。うわマジか、そういうやつに打たれるんだ。調子絶不調、また絶不調って言っちゃった。絶不調なの。わっと、急に打たれだした。リードを奪われました奥山。今日またポンポンストライク投げすぎか。第9 1球目ストレート。一回ちょっと初心に戻ってボール投げよう。初心に戻ってボールを投げようって。あ、フォークも今のも危な。ストライクゾーンに思いっきりいっちゃった。よし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 、全然2点取られてもまだマックスなんで、要は勝てばいいんで。違う、要はマックス取ればいいんだ、はい。たださすがにこれ球数投げすぎですね。変えられるね途中で。でもそれくらい死闘ってわけですよねこの高校は。もうなのでここはそうですね、しっかり、あ、こいつ気分屋ついてんじゃない。9番高め、空振り三振。しっかりナイスピッチ使おう。でね、この人が本当に内野安打多いんだ。嫌いなんだ本当にこの人。タイミング合いません。さあ次の投球、もうカウント1ボール1ストライク。第3球を低めストライク。バッター追い込まれました。よしストレート、空振り三振。よしとりあえずよし。うわ、いやそうだよね、コントロール悪いともちろんフォアボール出すんで、で走られたらもう2塁なんで、自分の出番はより多く回ってくるかなと思いますね。第2球、まあ、そういうデッキ編成なので目をつぶろ。第3球を外れた、ボール。ナイスピッチ使っていこう。もうよしよし、ズバッと内角、内角低め。第9初球超スローボール空振り。この5番バッター怖いっすね。能力が SC、 やっぱミーと S はちょっと別格みたいなところある。カウントは2ボール1ストライク。投球これ、よし OK、よーし、オッケー、ナイス、ナイスです。怖い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 、本当に。6番バッターにミート B、パワー B がいったら、そりゃ甲子園決勝まで来れるわ。そのチームは強い、そら。うわー、こっちは女の子ばっかりのチームなんだよ。マネージャー、可愛いマネージャーもが3人もいて、選手にも女の子が2人もいる高校相手にいじめないでー。ちょっと今のはね、なんだかんだストライクをポンポン投げすぎたやつでしたね。ちょっと反省反省、またちょっと集中力が欠けてきてるよ。
やっぱそうなんですね。ボール球を混ぜることによって打たれなくなるっていうのは本当最近学びました。僕も今のはボールだったんでストライクゾーンで勝負していいでしょう。いや本当に僕もたくさん多くのことを日々学ばせていただいてます。これ勝ってくれれば問題ないんで点取ってください。点を取ってください。負けちゃいました。まあまあまあとはいえでも決勝までしっかり来て多分経験点はマックスでしょう。通常のね方ははい試合に負けた分の20点が入らないってとこですね。はい。いやーでもよかったよかった。初めてここまでしっかり形にできたのでエピローグの点数がねいいよねっていうやつなんで、もともとこれはさすがに先発更新したかな。ただエピローグここが筋力変化だからこのデッキの場合はイメチェンしない方がいいかもしれないですね。どうしても調子安定取りたいんだったら葵ちゃんで本当に取る方がいいような気がしましたね。はい。いやーけどようやく三股が最後まで来て、なので試験もろもろでまだまだ、おお、これ7000点いきますね、本当に。試験がちゃんと、満点もう何回か取れていれば。しかも、悟りちゃんの方が選択されちゃって、中吉なので、全然7000点いくと思います。いやー、よかったよかった、ようやくだよ。長かったよ、道のりは。道のりは長かったよ、本当に。長く険しい道のりであった。はい。うわー、ただ、もったいない。またまたもったいない。うわ、あと40とかいうもったいないやつだね。またまただね。あ、けどちょっと待って。取り方によってはできないかな、そういうの。無理か。変化量があとちょっと良ければっていうのは今回もまたあったんですが。まあいいでしょう。よし、147キロの。いやでも S 行くよね、スタミナ。こうやれば S 行く。スタミナ S の方が気持ちいいかな、147より個人的に。はい。あ、でも技術余りも、そっか。だからもうこれ145でやめないと変化球が取れないですね、そもそも。254、275。まあ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 、ここがちょっともったいない気はしますが、仕方ないですね、もう。いや違うな、守備を1個上げるべきだな。まあ変化余りだけはもう仕方ない、致し方ないかなっていうところで、あとはなかなかいいんじゃないかな。最後 S2、 久しぶりの、まあけど S2 か。まあ経験点が余ったっていうところですかね。はい。あとフォークも1できていれば完璧でしたね。いやでもまあまあ本当にまだまだ伸びるというところで、とりあえず形としてこれくらいには最低限というか、普通に多分アベレージぐらいでしょうね、今回が。決勝まで来れば6800ぐらいはもう経験点取れちゃいますよと。あとは今回あんまり立川がコツをくれなかったっていうのも関わってくるかなと思います。まあただ技術がちょっと辛かったので、今後ちょっとそこはもちろん気をつけていきたいところではございましたね。はい、久しぶりの先発ピッチャーかな。あ、ん？違う、夏さん誰君？誰君？君じゃない、誰君？誰君？なんで中継ぎの君なの？違う違う違う。はい、これですね。OK。うん、まあまあよかったでしょう。まあいろんなね、こういうのもありますよねって。まあ今回もともと一番、ご紹介させていただきたかったのが、クオンのイベントのお話だったので、そこがしっかりね、お見せできてよかったかなと思います。まあ、春英の三股に関しては、またまたいろいろ学んでいきたいところではございますね。いろんな幅を聞かせて。はい。今後ももっと練習していきたいなと思います。あとは今月もっとね、配球の勉強もしていかないなと、していかないといけないなと思うんですが、一応クオンのあのイベントが見せられてよかったなと思います。春英でこうやって呼び戻し後にすることによって、招き猫持ってきてる場合でも、6月以降に怒らせることできますよねっていうお話でした。逆に、もう招き猫持っていっちゃったら、6月以降に怒ることはないんじゃないかなと今回やってみて思いましたね。はい、なかなか、そう甘い人生ではなさそうですね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひとも高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオース。